高カトラネギは、今年2月からもち米のぬかを使用した有機質の肥料を使い、旨味や糖度を追求して育てられた甘みの強い白ネギです。ですね、現在4人の生産者が栽培していて、大きさや味、香りなど厳しい基準をクリアしたものだけが高カトラネギとして出荷されます。今日は高カトラネギの奉納祭が営まれ、 収穫された高トラネギが神前に備えられた後、関係者らが玉串を捧げ、ブランド野菜としての発展と生産の拡大を祈願しました。祈願しました。JA つあげでは付加価値をつけることで生産者の収入を増やし、地域全体で白ネギの生産振興につなげたいとしています。 我々の中ではこれをぜひとも津の名物にしたいといろんなことを試行錯誤をまだ一る途中でございますが皆さんに喜んでいただけるようなものができるというふうに高虎ネギは今週末に津市内で開かれる JA 祭りでお披露目され試食販売などが行われることになっていて来月から本格的に出荷が始まる予定です。